なんで横浜行ったんですか。なんで、あの世の中の人はなんか俺がなんか反発したみたいなこと言ってるけど別に。あ、それ結構書かれてましたよね。全然そんなことない。結構早めに俺ダメだなと思ってたの。どれぐらいの時どれぐらいの時ですか。いや、兄さんでも本当にやっぱりユニフォームちょっと現役の時脱がれてから柔らかくなりましたね。え、ああそうかな。顔がね。え、どんな感じだったんですか。いや、やっぱり現役選手みんなそうですよ。やっぱりピリッとしてますから緊張感みたいなのがあったんで、僕もよく言われますからね。やっぱ現役の時はちょっと尊敬してるよね。してますよね。あのさ、うちの近所に昔警察犬やってた犬がいてさ、家に帰ってきたらすごい顔が柔らかくなった。警察犬ってみんなこんな顔してるから、やめるとすごい優しくなるみたいな。それは引退してっていう。そうそうそう。警察犬を。犬で申し訳ないんだけどさ。いやいや、そう、生き物はみんなそうなるってことなんですね。みんなそうなるよね。尊敬してさ、やっぱ隙を見せるとさ、いけないと思ってたから。笑顔が増えません？ああ、そう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 。ね、それはある。やめてからそのプロ野球選手時代の笑顔ってどのぐらいのもんですか。勝った時は笑顔になるかもしれんけど、作り笑顔みたいなのが多かったかもしれない。じゃあ上原さん、その作り笑顔してもらっていいですか。そういいよね。こう見えて 気使うの人に、だからチームで動く時とかってすごい気使うから、本心が出てこない、ね、いや先輩とかいたらまず気使うじゃないですか。そうか、ほんまに。あれ使ってたはずなんですけど、入った時も全部先輩なんで、そう思われてたんだ。今だからってさ、全然だってみんな気使わないじゃん。ヒサなんて、おい、年下とかって言うからね。いや、あいつおかしいっすよ。本当ですか。そうそうそう。あいついるよ。松井とかで、おい、5時とか。そう言っちゃうね。で周りヒヤッとしません。いや全然。いやいや、それでも怒るわけじゃないから、うん、それぐらいだから緩かったんですよ、うん。みんなそうだよね、うん。まあ俺上の方だったけど、うん、チームでそんなん言って本気で怒る人なんかいないですよね。いないね、うん。みんな笑ってる感じです。ヒサさんにそうやって年下って言われたらどうやって反応してたんですか。はーとかそんな感じ。最初普通になってバイバイとか言うね。そう、本当そんな感じですね。うん、ヒサさんは本当にあのままなんですね。そうそう、本当にダメなやつですよ。そういう意味ではダメなやつです。はい、いいところ、いいところです。いやいやいや、社会で生きていくにはちょっともうちょっとちゃんとしょっていうのがあるよね。主力の選手だけ呼ばれて、うん、宮崎のキャンプ中に、はい、飯を長嶋さんとか原さんの人の主催で、はい、なんかみんなでしゃぶしゃぶとか食べて、その後なんかスナックみたいなお店を借り切って、うん、なんかカラオケとかやったんですって。長嶋さんとかも歌ったりとか。何歌われる。いやー、なんか演歌を歌ってきたの、うん、でね、その演歌の中の画面にね、誰だったか忘れたけど、まあ時代劇の役者さんとか、うん、その時に長嶋さんがその画面見て、よっ、健さんって言った、うん、高倉健さんって、はい、勝手に思って、よっ、健さんって言ったんだけど、健さんじゃなかった。それをすかさず原さんが横から、監督、明さんですよって言って、小林明さん。なんですか、その漫才みたいなやり取り。さすが突っ込めるのは原さんしかいない。長嶋さんに対して。印象残ったし、そこだったんですね。それ多分僕いない時です、ね。いたかもしれないですけど、呼ばれてはないね。俺と清水、松井、吉野もいたかな。じゃあこの辺ぐらいですかね。たかな。あ、野手だけですか。まあ、もしかしたら野手だけだったかもしれない。西さん、その後に横浜行ってるじゃないですか、うん。なんで横浜行ったんですか。なんで。だってもう巨人はもうだってでさ、俺役割終わってるからさ。いやでもね、ジャイアンツって本当に西さんがいなくなってからセカンドって一切固定されてないの知ってた、うん、もう15年ぐらいジャイアンツってセカンド固定されてないんですよ。でも俺がセカンドやる前もそうだったからね。篠塚さんが辞めてからずっとやっぱ交代交代だったね。でもだから西さんの存在が大きすぎるんですよね、うん、セカンドってセカンドで入ってくるプロ野球選手ってまずいないんだよ。
アマチュア時代セカンドの人がプロに入ってセカンドで活躍するってほぼない。だからそれぐらいそのある程度スケールがもともと一応ないと、その人がプロでショートではダメだからセカンドに回るとかっていう風に変わっていくから、だから大体それこそ篠塚さんとか土井さんもショートだしね、もともと多分西さんだけやっぱ守備の名手でいらっしゃるから、1個のミスでもすごくこう大きく取られるじゃないですか。なんかストレスとかいろいろこう重圧とか、まあ、一番バッター打ってる重圧の方が大きかったかな。あ、受けないと大体俺と清水がターゲットにされるので、 1,2 番が受けるかかれちゃう。そう、かかれちゃう。で、俺ら打っても松井がカンと打ったら松井ってなっちゃう。そうですね、まあ、その当時のジャイアンツはそうなりますね。そうですね。でもジャイアンツ必要ないってなります？うん、まあなるでしょう。まあ成績もそんな良くなくなってきたし。2007年の時のジャイアンツのセカンドって誰ですか？決まってないんじゃない？ね、うん、隼人が出始めた頃だよね。ちょうど原さんがまた帰ってきて、はいはい、こう6年に帰ってきてまたチーム再建みたいな、はい、まあそれはしょうがないよね。あの世の中の人はなんか俺がなんか反発したみたいなこと言ってるけど、別にそれ結構書かれてましたよね。全然そんなことない。それこそ週刊誌ですよね、うんうん、で僕らもそれがすごい気になったんですよね、うん、全然。それはどういう、こうきっかけでジャイアンツ対談を決められたんですか？まあチームではもう使われる場所ないなと思って、まあ、移籍を考えてたところで、まあ、声をかけてくれる球団があったので、まあ、ベイスターズがその当時そういう話だったので、それで自分から球団に行って、あ、うん、あのトレード考えてくださいって言って、で、まあ、あとは球団とかね、まあ、はい、その先は分かんない、まあ、いろいろこう話し合ってくれて。でもそれでね、移籍してほぼフル出場じゃないですか。そうですね、2007年、ねね、うん、移籍1年目ってなったら結構プレッシャーってあると思うんですよ、まあ、そう。でもね、やっぱ最下位をずっと続いてる時だったからね、横浜ですか。そう、でも工藤さんも一緒に移籍したんで、はい、なんとか変えなきゃと思って、いろいろやっぱり若い村田修一とかもいたし、はい、吉村っていうのもね、いたし、いい選手がいたから、途中までやっぱ首位まで行ったの、6月ぐらいまで、うん、やっぱなかなか持たずに最後4位で、やっぱ前の年も全部出てたわけじゃなくて、はい、なので2006年があんまり出てなかったので、やっぱ体力的なのと、うん、もうやっぱ技術的にもうダメだったね、今思えば。この時でですか？うん、もうダメだった。そうですか。2割7分っていうの結構早めに俺ダメだなと思ってたもん。どれぐらいの時？どれぐらいの時ですか？2001年ぐらいから早すぎますよ。兆しが見えてた。それなんか瞬間あったんですか？あれって思う瞬間が、そう思ったように打てないなと思って。要はバッターって 1,2,3 でガンと打てないといけないので、試合でこうコツコツやるよりも 1,2,3 ガンで打てないと、それができるかできないかは、やっぱ自分が思った通りに打てるかどうか、それができなくなってきちゃった。へえ。それ2001年あたりですか？2001年ぐらいでちょっと崩れ出して、2002年でちょっとウェイトを急激にやりすぎて、はい、怪我が肉ばな、脇腹の肉ばられ年間2回やって、はい、で試合出れなくなって、これでも2002年の時は非常にありがたいことに日本一になったんだけど、はい、これ規定打席に到達してないの、はい、でその中でゴールデングラブもらえたの。ほう。なので規定打席に到達してないでもらえるってすごい名誉。今ってなんか3割打ちゃゴールデングラブ取れるぐらいの雰囲気、ちょっとおかしい選考の仕方ですもんね、うんうん、そこでおかしくなったって言っても2004年ほぼ出てますよ。それでその堀内さんの時、この時もな、まあ結構ね、まあやっぱボールが飛んでたのもあると思う。あ、その時は。そうですね、うん、だから逆方向に打とうと思って小さくパンと打ったら結構飛んでたとか、うん、もらった。飛んでました、この時。ピッチャーつらかったです。はい、その感覚やっぱあるんですね、うん、皆さん飛ぶんですよ。あ、私はあの大人の方が申し訳ございませんでしたって言って、あの拝見してるあのイメージがすごくあるんですけど、飛ばないボールもあれもあれで規定違反だ。はい、だからその飛ぶボールもなんかよくわかんない規定がちょっと超えてたみたいな感じで、なんかあっち行ったりこっち行ったりしてたイメージですよね、うん、その後から。そう、ボールが安定してなかったんですね、この頃は。うん、隠さんでもええのにと思ってたよね。うん、で
も選手の皆さんの中ではあれかな、まあ、まあそれはもうすぐ感覚がそれは結果みたいね。でも品質を良くするってメーカーにとってみたら当たり前じゃない。それ悪くするってできないじゃない、ね、品質良くするのもいいですけど飛ぶようにするっていうのはちょっと違う。なんだろうね、飛ぶようにするってさ、どうやったら飛ぶようになるの。要するに結局この反発、うんね、ケースをその中身をさ、どう変えようと思うの。なんかゴルフボールみたいなやつがでその糸を巻いていくんですよね。あの浅っぽい糸で。というか結局あのゴルフボールみたいなものが変わってんの飛ぶなんかなということじゃないですか。長年使ってるものは一緒のはずじゃん。その真ん中のとか糸とか、はい、いや糸が変わっただけでそんなに飛ぶのかな。これはあれですね、今度ボールの職人さんが言うんですよね。確かに聞いてみたいですね。ね、うん、今だから言える飛ぶボール飛ばないボールどうやって作れるかみたいな。多分ね顔出ししたらあかんぐらいの感じになると思うね。それは今年僕はちょっと横浜を上の方に思ってるんですよ、うんうんうん、今年はねピッチャー去年あの手術した選手が結構いて、はいはい、あのまあ、なんでかというともう今年万全にスタートするために去年やってしまったので、うんうん、だから去年途中でいなくなったの、今年は大体全員がキャンプで、うんうん、大きい手術以外は、トミー・ジョンとか以外は大体帰ってきて、でも先発も揃ってますよね。結構ね、いっぱいいる、余るぐらいいっぱいいる、ね、それを中継ぎにそうそうそうっていう風に、うん、そうそうそう使えるし、うん、あとはだから8、9でそれこそね、あの三島と安明が、うんそ う, ね、うまいことハマれば、そうそうそう、ちょっと横浜は面白いと思ってるんですけど、うんうんうん、そうね、どうですか。いいと思うよ。もう怪我さえしなくて、まあ、怪我は予想できないですから ね、まあ、ピッチャーが、ね、そう決まってくれれば、うん、三浦監督としての目標やビジョンはどんなものをお持ちですか。まあ、選手に関して言うとやっぱり選手の頭とか考え方のクオリティを上げたいなと思っていて、やっぱり、まあ、自分が経験してきたその巨人の選手たちとかを考えると自分で考えてこうやっていこうとかっていうその意思が強い、うん、でその指示を逆に指示されることを嫌う、まあ、それじゃいけないけれども、うん、でもちゃんと自分の意思で動いてあの時こうだったよなって言い合ったりとか、うん、なんかちゃんと主張できる選手になってほしいので、うんうん、ただなんかこうね結果だけ出して自分にいればいいやみたいな、そういうちょっと安い考えをしてほしくない。大人の考え方を持ってほしい、うん、そうそう、うん、俺の素材はそれは12球団の同じぐらいの年代で言ったら飛び抜けていいですよ、素材ってやっぱ皆さん知らないですよね、うん、素材はいい。だ素材はいいっていうのはそれはちょっと厳しいこと言って、過去にもそれは数えきれないほど言ったから、ね、素材がいいからみんなプロ入ってくるわけです。そうそうそう、それをどうにかするのは本人次第。高卒だからゆっくりっていうわけにいかないよね。ではないですよ、うん、だって4年経ったら自分と同じ子たちが入ってくるわけだから、高卒で入ってる子はやっぱ3年でなんとかしない。そう、なんとかしないとダメ。あと、タケルよろしくお願いします。育成の大橋タケル、おうおう、よろしくお願いします、はい、あの IMG で僕アメリカでちょっと、はい、何回か会ってるんで、うん、いやでも、ね、試合はね、やっぱその横浜スタジアムのゲームは面白いと思うよ、うん、見せ方がやっぱり、はい、日本の球団の中で一番面白いと思う、見に行って、うん、仕事でもずっと言ってたけど、はい、見てて面白い野球場って多分、うん、あれ多分ベスターズっていうかスタジアムは盛り上げ方もダントツ、うん、照明をうまく使って、はい、勝った後に花火を上げるとか、はい、いやじゃあぜひね、こう見てる方はちょっと横浜スタジアムに行って ね、うん、ね、そうそうそう、ねで、西さんもね、いらっしゃる、その2軍も、2軍の方もね、対ジャイアンツで、ニオカがいますし、ジャイアンツ球場でもね、来てくださいよ。ニオカ対西さんみたいなのあるな、面白そうやな、ジャイアンツファンたまらんやろな、ジャイアンツ球場来てるでしょ。あ、行っちゃおうかな、俺、できんじゃないよね。できんじゃないよね。あるんですか。ないよ。ないですよね。ないけど、なんかね、感じるものがあるのよ。できんではないと思うから、いけるとは思うんやけど、ね。ジャイアンツ球場に上原さん降臨したら、もうファンの皆さん大喜びだと思いますよ。ちょっとね、引退してから行ってないんでね、うん、行ってみたいな。横須賀の方、日本横須賀ですよね。うんうん、あの海沿いのとこ、あ違う、いやもう今あのキッチンとかじゃないんだ。今も変わってるんだ。今はあの横須賀スタジアムの隣に、すごい施設が立派な球場1個と、寮と室内と
はい、俺らがいる管理棟っていう事務所みたいな、はい、すごい素晴らしい施設があるんです。しかもなんか全部カメラもついてるって聞いたことあるんですけど、カメラってあの選手を見るからね、グラウンド、はい、グランドにね、そうそうそう、ついてる、ブルペンで投げてるのを家でも見えたんですよ。おお、今もうそういう時代ですか。僕ついていけないですよ、そういうの。いやいや、もうすごいよ。すごい、もう機械音痴なんで、DNA 俺入られへん。いやいやいや、これ諦めるんじゃなくて、はい、今のうちに練習したらどうですか。いや、ね、パソコンだったり、いい、よう分からへんわ。いやいやいや、ポイントとかあるやん、あんなの分からへん。パワーポイント？じゃあ、よくさ、みんなガソリンスタンドとか行ったら、あ、そうです。あんなも分からへん。QR コードとか。そう、あんも分からへん。いや、そう。これ何も持ってへんの。常にもうニコニコ現金払い。それはね、だいぶ寂しい。ゴルフ場行っても言われるじゃないですか、今。ああの T ポイントカード持ってますから、もうあんなも分からへん。もうないないない。常にニコニコ現金払い。だって集めたらそれでね、買い物できる。そう、ポイントで結構ね、でそう言われますけど、それが分からへん。めっちゃ上原さん、お金好きなくせにすごそうだって。いや、だからお金が好きイコールやっぱりニコニコ現金払い。ポイントに頼らない、現金に頼る。画面つくポイント取ってきましょうよ。全然知らないですよ。本当 T ポイントとか、まあ、あのガソリン入れる時のポイントはね、なんか持ってた方がいいね。1回が高いじゃん。高いですね、今ね。それに対しては何パーセントだ、持ってた方がいい。なんか生活で必ず使うものは、そうそうそう、もうちゃんと。いや、だからゴルフもよく行くじゃないですか、今。で、いつもなんかそういうの言われるし、うん、でガソリンも結構行くじゃないですか。うん、だからそのポイントありますかみたいな言われる。ずっと分かんない、そういうの。しょうがないよね、もうね。はい、あのさ、野球選手ってさ、野球頑張ろうと思って、大体まあ40歳ぐらいをめどに考えるじゃん。はい、でさ、40歳って野球選手としてはそこまでいったら定年なんだよね。うん、だから定年を迎えた人と同じ感じなの、俺ら。あの社会。はい、だから俺定年迎えてからもう10年以上経ってるから、社会で言ったらもう70歳以上の人と同じ感じなの。だから上だから60いくつの感じの人と同じ感じなの。上原さんとおじいちゃんだと思って接すればいい、ね、うん、そう思ってください。そうそう、もうちょっと優しく接してよ。いや、そういうな、そのポイントが分かんない、本当に。ちょっと勉強します。そうですね、はい、シーズンのご活躍期待しております。はい、本日のゲスト、西俊久さんでした。ありがとうございました。